大人の世界にようこそ。はい。あとね、じゃあ今日はストーリー進めるんですけど、その前に、まあ、水村さんとの対決がありましてね。ね、あ、ほら、来た来た来た。真島君、お久しぶり。噂すれば、マーキュリーの響ちゃんやないか。うん。オスを二人とも探してたっていうね。来たか。じいさん、挑戦状。ああ。おう、恨みっこなし。あ、響ちゃん、さっき撮ったオスの店について詳しく教え。行っちゃいましたね。強敵になりそうです。ああ、そうやね。なんでそんなに対抗心を燃やしとるかわからんが、ゆきちゃんの言う通り、クラブマーキュリーは強敵です。うん、クラブマーキュリー、じゃあやっちゃいますか。うん、よし、このメンバーで行ってみよう。うん、おばちゃんも今日は加わってね。うん、ほぼベストメンバー、チカだけちょっといないんですけどね。うん、よし、じゃあライバル戦行ってみましょう。マーキュリーと行くぜ。来たな、マジマニヨダ、久しぶりだな。はい、水村さん、私は絶対あなたを止めてみせます。ヨダ、お前は本当にまるで昔の自分を見ているようだよ。その若さが命取りにならなければいいが。珍しく岩田ちゃんがやる気出しとるよ。この戦い負けられへんな。はい、うん、わしだって負ける気にはいかんのだ。約束だからね。約束？お前たちには関係ないことだ。ここで消えるお前たちにはな。久しぶりに見ることができそうね。キャバレーの獅子と呼ばれた水村さんの本気。キャバレーの獅子。おお、じいさんには悪いけど、俺らもここで消えるわけにはいかんねや。そろそろ始めるで。よし、はい、行くぜ。ついに4人目。じいさん、悪いが勝負や。どんな勝負になるのかな。ゲストグラス、うわ、ちょっとすごい強いぞこいつ。まだちょっと早かったか。うちはすんげえ勢いで。いや、まだ諦めんの早い。まだこれからだ。まだ始まったばかりだというのに。ちょっと旗色が悪いな、完全に。ちょっとバーのあの差を見ると、ここで来い、いい客来い。よし、来た。よし、行けた。行け。よし、なんとかこの巻き返しが。明らかに負けてたからな、途中で。あとどのぐらい巻き返せるかだが、厳しいわ。どうだろう、どうだろう、これわかんねえ。え、あ、よいしょよいしょ。おお、なんだかんだ言って勝つんだな。よっしゃ、よし、頑張って。さすがユキ、ユキすげえな。しかしユキちゃんすごいわ。ありがとうございました。いいよ、もうほぼ手中にしたよ。か、勝った。よっしゃ、やったな、ヨダちゃん。はい。はい。負けく。お、今回は喧嘩になんないよね、さすがにね。水村さん、負けたのがお前でよかった。お、まだ間に合います。ああ。あ、ちょっとしみりした話になってきてるよ。それが死んだ妻との約束だったから。あ、そういう約束ね。約束。奥様がお亡くなりになったとは聞いてましたが、そんな約束をしていたとは。
魂を売ったんだね。マーキュリーという歴史に幕を下ろす。そんな事情があっただなんて。その実直さを大事にしろよ。お前は本当に昔のわしによく似ている、うん、水村さん、なんだろう、なんや、築山を倒してくれ。ああ、そういうことね。響きをね、体が弱くて錬金の先とじゃあ真逆なんだな。ああ、じゃあ結構休んじゃうのかな、この子。もちろんええで。うん、ありがとう。今回はやっぱさすがに喧嘩になんなかったな、うん、水村さん、水村さん、ありがとうございました。頑張れよ、ヨダ。はいはい、かっこいい人生やないか。私が憧れた人ですから。あの、真島くん、いろいろとありがとう。よろしくね。ああ、こちらこそよろしくね。よっしゃよしよしよし、どん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 ね。ああ、伸ばしてました。伸ばしてへんて。おい、ちょっと何イチャついてんですか。そうだよそうだよ。ああ、最後の敵が待ってるんだよ。はい、準備準備。お、よっしゃ、もう一度頑張りや、うん、おう、水村さんまで倒してしまいましたか。所詮は時代遅れの老人、吹けば消える不全ともし火だったんでしょう。言いたいことや、ごとみ。水村さんの処置もう手は打ってありますね。はい、もちろん。怖おっかな。さすがですね、サンシャインの真島五郎さん。もっとあがいて、これからも私を楽しませてくださいね。お、ダンサースタイルやっと解除されたよ。お、10億、よっしゃ。ねえ、さらに10億ね。お、残っているのはムーンだけですね。ムーンは他の人と比べ物にならない。そうなの？そんなに？はい、ムーンエリアにガンガン攻め込んでいきましょう。あ、ムーンは攻略対象。各エリアのファン数を増やすことで、ストーリーやキャバクラバトルが展開していきます。え、各エリアのキャバ、営業や店舗の連携でムーンエリアのファンを。とにかくムーンの、じゃあ、ムーンがっつり買ってくればいいんだな、もう店舗をね、うん。ムーンエリアのもう、じゃあ、もう10億もらったからな、じゃあもう。もうごっそりいただいちまうもん。ムーンの島。ムーンエリアは多分一番こっちですよね。あ、来た。7億持ってるよ。ちょっとこれやりたいな、ちょっとあいつと。ちょっと待って。じゃあ能力強化で11億使っちゃおう。よし。よし、これでいいや。1億もうないんです。ないからね。もう。これで、じゃあ、あいつやってみっか。こいつに一回負けてみるか、ちょっと。一回負けてみますね、じゃあね。うん。お前、よし、行くか。からしてもらうぜ。よし。まずは、すげえ体力持ってるな、しかし。怖いわ、もうほんと。お前とやるのは。
よし、これだ。お、なんかあんま強力な感じはしないな。てかそもそもの能力が低いのかな、こっちの真島さんの。よし、やっと終わりが見えてきたけど、ちょっとこれあんまり良くない。ちょっとしまおう。なんかあまりは見た目ほどそれほどの、なんかこういうゴルフクラブとかのがいいのかな。ゴルフクラブ、うん、あ、ちょっと待てよ。なんかすげえ光ってなかった今。なんか結構すごそうな、あ、やばいぞ、やばいぞこれ。じゃあ削っていくしかないか。よし、さあ来い。あ、あぶれ。おお、倒した倒した、普通の攻撃で倒しちゃった、うん、やっぱり強力なんだな、うん、よし、うん、よし。あ、なんか知ってたってこと、うん、実際はそれ大したもんやない。どうして活動にこだわるのか、うん、それはね、親父の言いつけ、うん、は？あ？何？まあでも、カツアゲ成功ということでね。まあ、9億。よっしゃ。じゃあこれで、さらに能力強化して。よっしゃ。もういいでしょ。もういいでしょ。うん。もうなんかね、やりきった感はある。もう、今カツアゲが倒したことで、より一層ね。うん。行ってみます。あ、あれで、あ、これでいいんだね。じゃあセバスチャンビルに行ってみますよ。はい。OK。じゃあここで今度こそストーリーが進みそうですね。もうやることはやったからな。うん。もうストーリー行ってもいいでしょう。親父、牧村誠さんをお連れしました。よくやった、渋沢。次期若頭、これで決まったな。兄貴たちの協力のおかげです。お二人には今後も堂島組のことを支えてもらわねえと。それで牧村さん、空の一つぼの件で俺に話があるって？土地はあなた方にお譲りします。あんな土地私には必要ありませんから。おじい様の残された土地だ。そう無下にするもんじゃねえよ。条件があります。10億でも不服か？お金はいくらでも結構です。ただし
これまで空の一壺に関係してきた若頭補佐のお三方、その人たちは私の兄を殺しました。立花不動産の社長、あの人は私の兄です。それで？あなたの手下の首を三つ私の前に並べてください、堂島組長。それが殻の一つをお譲りする条件です。まことちゃん思い切ったこと言ったね。誰か来るぞ。あ、一人か。誰だありゃ。あ、まじま。渋沢組が始末したんじゃねえのか。まじま、止まれこれ。うっさいわボケ。お前らに構ってる暇はないんや。道明けな血見るだけやと。さっさと土管かえ、ボケが。よし、こっからだな、こっからだな。よし、よし、まずどんどんやっつけていきましょう。ダンサーを使ってみよう。あ、しまった。よし、やっぱ他人数はこれだな、これに限る、よし、ダンサー楽もう。よし、最初悲劇かなと思ったんですけど、やっぱりね、警戒警戒、これがあるのがいいね本当。二人同時に倒せるっていう。よし、よし、お前で終わりか。ならばこれでいいや。よし、サクッとね、マコだ。あ、え、何しとるんやお前。まこと、
己ら全員地獄に送ったらぶっ殺したら。マジマ激怒。そりゃそうですよね、誠ちゃんを。ちょっとあまりこういうナンパなスタイルはちょっとあれなんだが、まあ敵が多いんでね、ちょっとある程度これで蹴散らしてから。よし、急がねえ、ま、急がな誠が。ちょっと行かせてもらいます、すいませんが。よし、まだまだこんなもんやだ。暴れたりうわ、これしか出ないね。まあいいか。まあ人数多いけどダンサーなら一気になんかあれですね、あの無双ゲームしてるみたいな、これだけ多いと。来るか？ん？でかいの出てきた？逃げ場はないよ。え、なんか声と合わないよ。なんかこいつか。よし。よし。これだ。こいつ硬いの？ならば。よし。さあ来い。うん。後ろから来い。よし。うん。よっしゃ。もう喋らんでええ。
あなたの手下の首を三つ私の前に並べてください。堂島組長、それが殻の一つをお譲りする条件です。可愛い子分の首で土地を買えと、俺がその条件を飲むと思うのか、お嬢さん。あなたが条件を飲まなければそれはそれで構いません。その時は他の方に土地を売るだけです。なるほど。ただ俺が思うに、だあの殻の一坪って土地は少し過大評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一坪は周りの地上げが相当進んだ時に偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな端切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかった。それが？そのまま知らなかったことにして再開発計画を進めることもできる。え？だが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい。裁判でも起こされりゃ大事だ。再開発は白紙になる可能性も高い。でも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなけりゃ役人もヤクザも困りゃしねえってことだ。あの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない。権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れた。女子供だろうがヤクザを舐めちゃいけねえな。私は本当にバカで世間知らずだから、殻の一坪があればうまくやれるって、私にはそれしかないから。分かった、もうええ。やるしかなかったの。クソ、誰かこの子を。真島、セロ、何があった？撃たれてる、すぐに運べ。この人を知らせるな。どこに連れてくんや。安心しろ、お前も来い。あの子を助けたかったら今俺を信用しろ。それともお前一人で女を助けられるか。聞こえるか。死ぬな、死ぬんやない。復讐でも何でもお前の望みは俺が叶えとるから、せやから頼む。はい、第16章愛の証終わりました。いやー、まことちゃんもう助かんないのかなと思ったんですけど、セラがね来てくれてなんとか一命は取り留めてくれるんでしょうか。これで
ねえ、いやいや、しかしやっぱ堂島総平はダメだね、あいつはね。あれはもうあいつもそうだし、堂島も若頭3人とももうみんなもうちょっとね、ちょっとね、許せないね。もうそういう考えもあったんですね。結局土地を買わずにもうなかったことにしてって、そんなのあったのみたいな、もうね、力技でねやるっていう方法で。そっか。はい、というわけで16章終わりました。いよいよ次で最終章でしょうかね。はい、じゃあ、本日はこの辺で終了します。はい、さよなら。